皆さん、こんにちは。ようい一のおはよございます。えー、今日は山田義彦先生、東京大,東海大学教授をお招きしまして、い、え、ろ、ー、んな話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。海洋の専門家で、そうすると、 一年で何日ぐらい海の上で過ごしてるんですかの海の上にいる時間っていうのは実はそんなに多くないんです。あの船に乗ってる時間まあそれでも、まあ足すと30日ぐらい。あと、離島周りは多くてですね。<laughs> 離,島離島周りが多いの。はい。離島、陸地にいる時間の方がなの少ないんですか。かはい。いや、離島島の上ですね。大学も東海大の海洋学部って清水にありました私の研究室は海が見えるやなので。<laughs> 清水の大学の研究室があって、はい で、そこから離島回りしてるんですかはい、お前に。そうですね。昨年はちょうど奥尻の津波から30周年で奥尻で違が何回入ってましたし、しね、のともだいぶ行ってましたんで、はい、そういうところはかなり海回りは多いですね、海回り。はい、日本って島が多いでしょ、はい、たくさん行くとこが多いんじゃないですか、はい、はい。あの、私の本業ってですね、経済地理学者なんです。経済地理学の地理がですね、うん、海と島と海なんですね。ね他にやる人がいないので、私しかやってないんですけど。 なので、漁業のことも考えるし、島の開発振興のことも考えるし、だと何よりも国境安全保障の問題がかかってきますので。うん、やっぱり、島初防衛っていうのは非常に日本はたくさん島があるから重要でしょもうこれだけ海が広い分、島初防衛、起点となる島初防衛非常に重要ですし、いかんせんは選防衛で自衛隊のやれることもかなり限られてますので、海上班長に 全てが被ってしまっているような状況になってますね。で、ちょっと、うん、山田さんの5月21日のポスト。これは中国公船が海保の測量船を必要につい、尖閣諸島北方のエイジット内で 接近を入れというのをポれ中国の調査船というのは頻繁に来ているんですね、うん、尖閣諸島これあの石垣島ですね、うん、ここが石垣宮古島であの尖閣諸島こっちはあの、えー、大諸島ですね、うん、この辺なんですがでよく中国高船というのはこの辺をやってきてここを回っていくというんですね、うん、ここが台湾なので台湾をちょっと迂回するような形でこう入ってこの辺を回るというのがよくあります。うんうんうん 何よりもこれは日本の測量船を追尾して、その映像をしっかり撮って彼らは自分たちが排除してるんだと。勝手にやってきたのに対して排除してるんだということを見せつけているというのが現状です。うん、でなんか悪いことするんですかあの、直接衝突とか、さすが日本にはですね、なかなかしてこないので、<や>必要に追いかける。うん、追いかけて追いかけて、まあ嫌がらせといいますか、押していく。で、何よりも追いかけてることで、 彼らは追い出してるという、うん。追い出してるって言い方だ、ねはい。はい。でも我々が海洋調査行くときも石垣島から尖閣まで行くんですが、うん、ずっとくっついてくるんですよ、遠巻きに。奴らは、奴らですね、中国側は追い出してるんだというような言い訳をし,してくるんですね。うん、あの、測量船に対して中国海警局、特に今中国海警局、常に4隻はこの尖閣諸島周辺に。 送り込んでます。どっから来てるんですか。こ中国は。大体<れ>、うん、はい、福建省ですね。福建うん、あるいは年波あたりから、出てきます、えーで。今、中国海警局の悩みと言います。苦しみはですね。実は金門島の守備隊と尖閣は大枠でいうと一緒なんですね。うんうん、なので、これ両方にまた先状態になっていました。ただ。尖閣に対して、ちょっと中国ステージ上げました。四隻いる船がすべて武装している船に、今年の六月、五月まではですね。うん 4隻のうち1隻だけが機関砲を積んでたんですが、今全部が機関砲を積んでる船に変えてます。うん、これは4隻しか送れない分、しっかりと覚悟があるんだよというようなものを示してまして、うん、とにかく中国はこの海域を支配しているのは中国なんだということを世界、うんうん、日本だけじゃなく世界に。 中央、CCTV ですね。中国中央電子台を通して、いろんなニュースを発信してます。うん、日本で、あれですよね、実行支配してるってん、ね、一番わかりやすく言えば、あれですよね、公民がいれば実行支配なんでしょうけどね。はい、そこは、なんか、昔安倍さんの公約に入ってたと思うんだけど、あれはやきないんですかいや、本当にそれが悲しくてですね。うん、私は安倍さんの公約に胸を通らせて、最初に行くのは私かなとまで思ってたぐらい、うん、公民になって行こうかな、うん、いや、でも、もう、あれはもう今、もう無理。はい いや、総理が覚悟を決めれば、国として決めれば、我が国領土ですから、全く問題ないと思いますし、でそれをねあの、例えば、灯台、今、灯台1個あります、ちっちゃい灯台ですが、灯台、うん、をしっかり管理する、あるいは周辺の漁業者を守るための漁業無線をしっかり管理していくという,いうことだったり、何よりも環境保護のための島、あの拠点、調査拠点、環境調査を行う拠点を作っていくというようなことであれば、問題ないはずなんですが。覚悟は 覚悟ですね。もう上陸も覚悟だと思います。私一回あれだよ、なんか尖閣にあのほらどっか台湾人かなんかが上陸中国に上陸したことあるでしょ。はいはい、あの時に台湾に行ったんでしょ。台湾、はい、に行った時にその時に行き着くのが一番簡単かなと思ったんだけどね。はいはい、そのまもについてね、ね、はい、中国が中中裁をちょっと置いてる、はいはい、ね、本当に覚悟だけなんですよ。でもう島の管理を。 するためにで例えば環境保護でもいいですしあるいはそれこそ海上保安官でもいいと思うんですが誰かがいることが一番ですね。で人がいれば なかなか中国も直接的に進行しづらい。その人すごい危険でやった。あれじゃないですか。山田さんがね、密かに行ってね、山田さんを逮捕に行って、それで駐在員事務所を作るって,ってどうなんですか私、誰か代わりに行ってくれていね <laughs>、不法侵入者としてし。不法侵入者として誰かを逮捕するために行ってね、はい。これからね、もっと不法侵入者が来るかもしれない、はい、だから、常駐で。そうそう、常駐にしておかないとってね。はいはい なんか、なんか、なんかで工夫しないと、ですよね。一歩、本当覚悟を決めてくれれば、じわりじわりとようやく国会議員の方にも直接見ていただいて、広報的に見ていただいて、次のプランを考えてもらいたい。そして、できれば上陸まで持ってきて、環境保護のための島を作りたい。あの、これ安全保障上ですね、よく台湾の次は沖縄だっていうことを言いますが、ここを手に入れない限り、うん 中国の台湾侵攻はでできないんです、うん、あの東シナ海は安全保障制界権を完全に日本日米が持ってますので台湾環境はいわば市海峡よりもここに日米の潜水艦は潜りやすいのでそうなると拠点を作らない限りには台湾侵攻は進まない、うんうん、そういう意味で言うと中国は本気でそろそろ 尖閣目指してくる可能性は高いと思います。うん、日本が何もできないとですね、うん、向こうは一歩も日本を攻めてくるタイミングというのはもうそろそろ来そうな感じを受けています、うん。次にはまた山田さんのポストでね、七月七日七夕の日ですか。はい、沖ノ鳥島の守り強化せよと。 いうやつでポストしておりますけど、これは沖ノ鳥島は<あ>さ,さっきちょっとご説明ちょっとありましたけど、これちょっと説明してくれますか、はい、ちとことでわかんないけど。これ沖ノ鳥島、これが沖ノ鳥島の中に入ってるんですが、<あ>小笠原村がですね、村民対象の小笠原村視察ツアーというのを計画しまして、これ今までは海が荒れたりして5回流れてようやくが5回目で初めて4回流れてできたんですが、これが沖ノ鳥島はこの中に入ってまして、この白い サンゴ礁のですね干渉といいまして、うん、えサンゴ礁があって干渉の時に <laughs> 島が出てきますこれが4 5キロの1 7キロかなり大きな結構大きい向こうの方のこれ反対がですねこの間大体1 7キロなんですね中浅いですで一箇所だけですね第二次大戦時代に軍がですね爆破して干渉爆破して中に入れるようにしてありまして中は深いとこでも7ル大体1ルぐらいのとこですねこれが観測拠点といいましてここの中にですね洋上の金属の 腐食やあ,の波に対する影響あるいはこの中で3個の培養をやってますので、うん、3個の培養を観測するような施設が作られていてこの最上階にですね灯台があります沖ノ鳥島灯台これは私2002年に調査に行ったときに報告書を上げましてあの灯台の必要性を書いてきたんですけど、うん、灯台が残ってます。うん、でこの中ににコンククリートそししてて周りに消波ブロックを解きまして、えー 小さな島がそれぞれ一個ずつ沖の鳥島沖の鳥島ですこれ山田さんはどの辺りまで行くんですかこの建物まで行くかつてはこの中まで入ったことありますあの,あのこの実はです、ね、切り口があって中まで入ってこの岩まで,で今この中にですね砂がたまるように なってましてだいぶ溜まり始めてますので、もうそろそろ陸地が増やしてもいいのかなと。その溜まるより、ね、誰かこっそり持っていっちゃいけないの <laughs> いや、こっそり持ってっても <laughs> 溜まりゃいいんですよ溜まりゃいいん <laughs> です、こ,この上に 監視カメラがあって、なぜかこれ、<ん>京浜河川事務所の管理なんですが、京浜河川事務所と国交省の本省で、常にこの状況を監視してます。ここで人は住んでない上駐はしてませんけど、<っ>中には住めるようにはなっています。一人はそこは住めてるす、ね、ただ、この高さが必要なのはですね、それだけ台風が来た時とか、ね、波が、二0メートルぐらいの波が立ってしまいますんで、うん、この近くに、ね、この延長線上にですね、港を作ってます。洋上に。これ、2014年ですとか、あの、事故があって、 ですね。七人ほどお亡くなりになられてしまったんですが、その洋上に港を作るという作業をしております。今でも続いてます。あの的なんだけど、南海トラフところくっついてるんですか。くっついてない。南海トラフの沖にり<で>あります。じゃ、南海トラフがあったときに、これが沈んじゃうところはないですね。ない,すねはい、ない。よかった。<laughs> なんか、その。 そっちのが心配した方がいいんじゃないの,の実はこの島ですね、年に数千、4センチから6センチですね、動いてます、動いてるのまだ。どん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 。沖縄に近づいてます。沖縄に近づいてるわけもともとインドネシアの沖ぐらいにあったものが、ずっとずっと動いてきてるんですが。<ー>はい、沖縄に近づくのはい。沖縄方向に走動いてます。あ,<ー>あの、えっとですね、 北海20度ぐらいなんですよ。北海岸線より南なんですよ。あので、ハワイのホノルルより南にこの近くで。うんうん、なので。まあれ、ね、だからプレートが動いてるってことはい。プレート、プレートに乗っかってる。プレートは確か4、5センチ動くんですよね。はい、それに乗っかってるんで、ね、はい。じゃあ、どん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 向こうに行くわけはい。こっちに、はい。日本側に近く、<ー>日本の、日本の領土ですが。なるほど。ここはですね、あの、他国は一度も領有権を主張したことに負けるまない日本の領土なんですよ。これに関しては。うん、ただ、中国が、 これは岩であると。言ってるわけね。はい、で、岩であると、排他的経済水域は認められない。うん、ただし、これは、日本政府はですね、大陸棚の限界委員会というところで、日本の大陸棚の審査を受けたとき、しっかりとここを起点にしてすることを認めさせてる、認めてもらってますので、これは島なんです。うん、ちっちゃいですが、島なんです。ちょ、ちょっと心もとないですね。心もとないです。<laughs> 心もとないです。<laughs> なんか、なんかの知恵出して、本当に島になるように。はい。 で、あと何を言うんですね。この写真もですね、他の人、多分私はもう上習犯なんで、いつも怒られ続けてるんですよ。嫌がるんですよ、政府が写真を出すことなんでわかんないんですけど。で、この、さすがに港の写真はやめてくれって言われてですね。これは<の>山田さんが撮った写真これ私が撮った写真なんです。なんで嫌な、嫌な、あの、 その政府が言うにはその港のあの建築法は特、特異、特殊だからって言うんですが、うん、誰でも行きゃ見れる場所なんですよ。行くのにお金、あの時間とお金がかかるだけで。これはじゃツアーってやったら、はい、村民対象ツアーってどこ、どこを見て歩くツアーなんですかあのぐるりとこの。このるのはこの山後の周りをやる周りをはい。中には入らない。中には入れないですね。<あ>もう中に民間人が入ったのは多分私が2003年に行った時が最後いやもう20年がらい行ってない。はい。 ね、じゃあ、なんかどうなってるのか、よく分かんないですかいやあの、作業の方たちは入ってます、政府の人は入ってない、ね、民間人は入ってないですね、これは国有財産、国有地、国有地、あのあ<ー>ここはです、ね、国の管理になってます。国の管理はい 低調線保全法という法律でえ、国の直接管理になってます。ここですね、貴重な写真なんですよね、これ。そうすると。はい。なかなかですね、本当は中の写真もですね、見せたいところなんですけど、本当に小さい手話で。まあ、ちっちゃい手が見せたくないのかなので、時々,時々上からの写真はありますよね。はい、ね、その上からの写真。これ見るとですね、中にはこれは岩だと言いかねない。言い,た言いたくなる人がいい言いたくなって、私もポロリって岩だって言っちゃうときも、ない、はい、なきにしもあらずだった本当に岩みたいなところもある。岩みたいない。はい。それをしっかりと使ってる。ちなみに、この上にですね、 チタンのネットをかぶしてあるんですこれこれ,これ,これチタンのネットなんですが侵食受けちゃうんですねこれチタンのネットこのチタンのネットだけで7億円かかってますしょうがないねこの全体でこの工事がで2つで300億円ほどかかりました、うん 頑張って、頑張ってですね。でもなんか浅そうじゃないですか。浅いです。この辺は1メートルぐらい。すんごいメートルぐらいなんです。中国だともっとでっかいさ、なんか軍事基地作りそうじゃないですか、このぐらいだったら。飛行、中国だと飛行場簡単、簡単に作っちゃう。ますね。このさで。なんか埋め立てして、結構、でもこれは下3号。3号です。はい。ちょっと戻るのは戻るかもしれないけど、下まで随分打てば。むしろ日本だったらメガフロート、洋上、二つきの構築物持ってっていってしまえば、飛行場作れます。それでメガフロート持ってって、なんか、 いいろんんななを集めるって手はないんですすかあ,ありますね、はいうん、お金と覚悟はあればでとこれ参加は何人かされたんですかのえの場い大体ですねあのスタッフ入れて200人ぐらいですおすごいですねあのおあの小笠原丸というですね 1>,、うん、1万トンを超える大きな船で、うん、見てて、えー、竹島から父島まで行きましてなるほど これで父島で村民の方のステてクまた出てたんですけど、村がチャーターして。ここに行くには、もう船しかないんですか船しかないです。飛行場、ありませんので。飛行場作れねえどっかに。船しかなく、しかも定期航路があるわけではないので、私今回初めてグリーンフラッシュって見たんですよ、朝。太陽が緑に光るんですけど、これ滅多に見れない状況なんですが。でも浅い ああれででね船だと中入れないわけでしょ。あのこれ周りのリーフの中に入ること自体がかなり難しくない、ね、難しいでしょ、はい、そうすると、なんかかな、なんかメガフろうとかなんかをどっかにつけちゃったらそのままもう水、水、なんていうかな、座礁させる形にすればね、これでフろうとなっちゃうんじゃないかな。はい、入り口を壊してですね、うん、中に。 浮いてる時に入れてしまったり満潮の時に入れてしまってできるだけ<ー>で干潮になれば潮そ,のその時にアンカーを打ってしまう抑えドルフィンティーを押さえつけてしまいますそうすれば、はい、一応飛行場はすぐできますねいいですね、はいでそこに何か作るとなんかたまるんじゃたまるとかそんなの甘くないのかな色々シミュレーションすると何か食べやすいもう少しお手をかけて溜めやすい構造にしていくってあるんですかね、うん どんどん溜まっていくという。これは国際的に、いろんなところでやっているので。海岸を拡大するために、それは認められる。手法でもあります。なるほど。本当に、あの、工夫として、お金をかけてくれれば、いかにでも。この国の国益を守れる島。で、ここの場所って、非常に安全保障上も重要なんですよ。南にぽっかりと、ここは管理できなくなった、空いてしまって。沖ノ鳥島って、実は台湾にもフィリピンにも。 ほぼほぼ遠距離なんですよ。みんな取りに来ちゃうね。中国に抑えられてしまうと、太平洋上から日本も台湾もフィリピンも脅かされかねない。<ー>これはだから失ってはいけない島の最多のものだと思います。要賞、うん、の多分ですね。次は、また何回か出てましたけど、うん、レアメタル、豊富なマンガン段階、はい、南鳥島の近海にって、コバルト75年分や、イケル11年分。年これもちょっと記事読んだ時びっくりしましたけどね。 いや、あの、うん、あるのは分かってたんだ。日本財団の東京大。これ、これは東京大学ということだけど、東大もやってるんですか?これあ。あの、日本財団の、まあ、言うと、日本財団がお金を出す。 から、東大の海洋研、海洋研究所のグループに調査をしてもらっているという感じですね。実際にそうすると研究だけで終わってしまいますので、日本財団は、その先、商業化を目指してもう50億円出すから、商業化へ向けて、これを取ってきたのを生成をして、商品化にしてくれというようなことで、ようやく動き出したんですが。日本財団が中心になってい中心になってます。うん、東海大学は絡んでないですか、ねはい。実はここは私の古巣でした。 うる日本財団の海洋船舶部長だったんです。<ー>今、私の後輩が常務理事で。日本財団には誰が金出してるんですかこれ、協定の収益金ですね。昔の日本船舶新興会です、ね。あ、船舶新興会のやつか、はい。名前が変わったん、えー、ですね。<ー>なので、佐々川平和財団も系列ですし、うん、東京財団も。ね、全部、あの、はい、ボスと言いますか。代表会長は佐田川洋平です。会長です。実際に商業化しようと、この秋からもうこのゴロゴロしたのを集めてきて、うん、そこが生成して、うん コバルトニと日経商品となるということを立証しますということで、そこまで50億円。実際になるとその100倍ぐらいのお金がかかってきますが、まずやれるとこまで。これ、動かしていかないと研究者も技術者も育たないので、まずはお金を出してやっていこうと。国はこれになんか関係してんですかこれは国は今はか、ま、だ関係し関係してない。はい。なかなかですね、国は商業化となると、 これ、おそらくやるとしたらジョグメックになってくるんですが、日本、昔の石油鉱団ですね。あ石油公団ね。金属。金属なんとか鉱団ってありますよね。はい、そ、はい、そこにやらせればいいじゃないですか。はい、なかなか採算とか取れないとは動かないあ。採算が取れないから動かない。ないはい、でも採算取れないから国がやるっていうしか、はいはい、それやってるうちに採算が取れるかもしれない、はい。まずは日本残念やって国に。 これはできるんだから早く国がやってくれというのはいつもの日本の団法ですね。ね結構日本の、私がやってた時は海賊対策もそうですね。動かないんで、うん、日本財団お金出して、どんどん動かして中で国の方に渡していくと。うん、でも、こんな実,実現初めてなんです。うん、でも、世界的にも珍しいので、海底資源をこういう形で実際にものにしていこうというのは、これがうまくいくと世の中変わる可能性はりま。南取締って孤立してるわけね。はいはい 完全に独立した。東京からですね、1800キロ離れてます。他の島からも離れてるんで。今、ここに行こうと思うと、あの自衛隊の飛行機で行くしかないんで。のこれ、飛行場あるでしょ、確か。飛行場あります。飛行場ありますよね。はいはい、南島、ね、私、あの、一度行った時にですね、自衛隊にパスポートを持って厚木しよと言われてですね、米軍基地の中に。それで行ったら飛行機で。はい、今、その、自衛隊が駐留してるっていうか、はい、何人ぐらい行ってんですか えー、すみません。数には、数十人です。数十人ご世代数内に。はいはい、まあ、飛行場があるかな南えー、南鳥島派遣隊ですねあの。途中にですね、用途もありますので、あと、ここはあの気象庁も入っていて、気象庁はあのよく台風の予測なんかをここでしてきますので、気象庁の方も入っていらっしゃいます。ここは中国はこう狙ってるんですかあの、これに対して中国は周辺海域の調査は相当やってます。ただ、 ダイレクトにここに対しては、ね。あんまり来ない。来ないですね。V とか置いてない、ま、?V とか、ここ、ここまでは来ないですねで。特にこの周辺海域すごい深いんですよ。深いこの万願段階でも水深550メートルですから、5500メートルですから。5500メートル相当深いです。深<い>今日本で潜れるというのは、深海6500というのが一番深いんでギリギリ,ギリですね。木置いてあるのはこの、ここのとこね、はい、この、 これで、この、ここです。あ、いたとこね。はい。ここで他の国も置いてあるんですか、V はないです。はい。他の国は置いてないの私なんか聞いてアメリカをいつずつ聞いたことあるんだけど、アメリカがやってることはなかなか全部。わかんない。一回ね、だから、中国置いてるって言うんだけど、アメリカ、中国置いてるとき大体アメリカかと思って聞いたことあるんだけど、あ、日本は、日本は何か中にありますうん。否定はしなかったですね。あとあの、フロート V って言って、流すんですよ。 うん、この辺でこっちからてずっと横切らしていってデータを回収するっていうのはやってますそうするとあの下までつけないのでそれはアメリカも日本もこれ共同でやってますのでの話してたのかなだからおろしてる可能性はあると思いますかね。かなんか 非常に今日は、なんていうんですかね、マニアックな話だったうお話で聞か,聞かせていただきましたけど、また参考に来ていただいてマニアックな話、今度正義の味方でもぜひお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ本当にどうも今日ありがとうございました。どうもありがとうございました。